森田淳吾は、日本のバレーボール元選手、元全日本代表、指導者。日本大学鶴ヶ丘高等学校、日本体育大学卒業。現在は、日本体育大学体育学科教授、NPO 法人日本オリンピアンズ協会理事。前、公益財団法人日本バレーボール、協会強化事業本部本部長。北海道北見市出身。中学時代は、野球部で、 二年の時に陸上部を作ってハイジャンプもしていた。日本大学鶴岡高等学校入学後に長身を見込まれてバレーボールを始める。恩師の原田先生の出身校でもある日本体育大学へ進学。入学した1966年に世界選手権で全日本デビュー。ミスターバレーボールと言われている。1968年メキシコ五輪で銀メダルを獲得。 大学卒業後の1970年に日本リーグの日本交換に入社。日本リーグでは最高主君選手1回、関東賞4回などを受賞した。1972年のミュンヘン五輪で金メダルを獲得。横田忠義、王子誠二と共に全日本ビッグスリーと呼ばれ、相手の攻撃コースを読んだ緻密なブロックは藤山ブロックと呼ばれた。森田のドライブサーブは、 世界一の速さと言われ、強烈なドライブサーブで相手のレシーブを崩した。ミュンヘンオリンピック後、全日本を離れたが、1977年に日本で行われたワールドカップで復帰、日本を銀メダルに導いた。一人時間差をはじめとする自ら考案した多彩な攻撃は、日本バレー史に名を刻み、2003年にはバレーボール殿堂入りを果たした。 現役引退後の1981年からは母校の日本体育大学バレーボール部コーチに就任し、後に監督となって2007年から2008年にかけて全日本インカレーに連覇に導いた。2009年12月の全日本インカレーをもって監督を優退。ありがとうございます。